基本ね、社長さんというかあのお金を持ってる方って、うん、やっぱその物もやっぱ買うのってもう限られるじゃない、うんうん、何を私服としてるかというとやっぱ美味しいものを私服としてるじゃない。これってやっぱ全国から食べ歩いてもう本当ですね、グルメな人多いのよ、うん、多い。それも皆さんやっぱ共通、うん、ね、いやもう間違いない。好きよねご飯、何よご飯を食べさすことが好き。驚いたものとかあります？なんじゃこらっていう。その俺ね一個驚いたのが、あの横浜の方にご飯食べに行こうって言われて、うん、わざわざタクシーで横浜まで行って乗っけてもらってね、うん、まずそこが、はい、もうすごいな。で信じられへんぐらい汚い店連れて行かれたんですよ、うん、嘘だろみたいな、うん、なんか本当一軒家の、はいはい、本当に1階でよくあるなんか焼き鳥屋さんみたいな、うん、とこ行ったんですけど、メニューないんですよ、うん、出てくるのが例えば松坂牛、うん、コースない。もう全部コース決まもう行ったら、ね、行ったら何万円で一人これっていうセットが決まってて、でもめっちゃ汚い店の中とか、うん、でも本当ボロボロの居酒屋みたいな。でよくあるその本当に昔から汚い居酒屋みたいな、あるよ。もう壁黄色くて、壁黄色くてこんなちっちゃい本当にテレビ、はい、で、はいはい、地デジじゃないようなテレビとかをみんな見てるわけよ、こうやって。でそれはでもめっちゃ高かったけどね。なあ、もうさ値段はね。でもめちゃくちゃうまかった。平井さんはいろんなもの食べてるしまって、いや言ってもだから今考えてたんですよ。いろんなものを食べさせてもらったんで、おいしいものもそうですし、おすごいなと思ったのはもう名前とかあるの言えないですけど、銀座にねあるあの元喫茶店で今ステーキ屋さんになってるところがあって、そこあの会員制なんですよ。でも会員の名前がちゃんとプレートが入ってあるの、200人限定で。でその人が亡くなられたら1人入れれるっていう。えだからその人のつながりがじゃないと入れないステージやさ、俺そこに1回連れてもらった時は俺ちょっと正直あーすごかったね。どんなもんなんですか見た目として。そのこんな分厚いとか、うん、全然その普通の温度こんぐらいのその分厚いとかイメージあるやん、霜降りがとかよく本当にその分かんないですけど、ウルフギャングステージとかあったらもうT ボーンでもうカーッ。俺もそのイメージだけど全然普通のまあ、ステーキ本当にこれぐらいの鉄板焼き屋ぐらいの多分本当に仕入れ元で一番言われたのが他のステーキと焼き方が違うと。この焼き方と多分その熟成もあるんでしょうけど、口入れた瞬間見た目はもう本当普通のステーキなんですけど、はい、口入れた瞬間もうずっと笑ってましたね。もう200、もう溶けるし味がずっと奥に届くっていうか奥にその僕のちょっとグーンって入ってくるし、甘み。それ鉄板で焼いてんすか。これちょっと覗いたらギザギザになってた油がちょっと落ちるようにでもそのなんかね特殊な鉄板そこ特殊俺もだけちょっとパッて覗いただけやけど、はあ、違うというから。でもちょっとこうギザギザなってる感じの、でもなんか焼き方が違うらしい、うん、でもそこはちょっと美味しかったね。